ジュニア3層オリンピック決勝大会まで残って娘の限界、本当の本当のトップの一握りが解ける問題っていうのはかなり厳しい。どうやって情報収集してるんですかみたいな質問してくださった方がいたかと思うんですけれど、いろんなヒントいただいて真似っこしてます。大学受験やってみて本当に人として大事なベースだな。3層オリンピックのジュニア3層オリンピックが5年生なので、うん、それは参加したんですよ実は。おお。でそれは決勝大会まで残って予選って言うんでしたっけ、最初の方のはかなり点数良かったんですよ、うん、で平均点もそれほど高くないものでよく取れてたので、結構応用とか難しい問題は取れる方なのかなと、うん、決勝大会の方はやっぱり問題がワンランク難しくなってしまって、そこはもう本当に平均点プラスアルファぐらいしか取れてなかったので、うん、なんか娘のなんていうんですかね、限界って言っちゃうとあれですけれども、まあ、娘の今のそのレベルっていうのは本当の本当のトップの一握り、もうなんか天才的にできるような人たちが解ける問題っていうのはかなり厳しいけれども、一般の中ではそこそこ難しい問題が解ける方なのかなって、うん、やっぱりその良さを生かしてあげる方がいいかなっていう、うんうん、はい、なんか娘のそうですね、全体の中の位置っていうのがちょっと見れて良かったです、うん、娘はすごい残念にあれ思ってたみたいですけど、決勝で、はい、うん、まあでもね、そこのレベルになると確かに、まあ、上には上がいるっていう話でね、男の子も特にたくさんいるかもしれないし、いやもう男の子しかいないぐらい男の子だらけですよね、うん、まあそうなっちゃいますよね。はい、でも受験にね必要な求められるレベルってそこまではいかないんで、そう考えるとお子さんはねやっぱトップレベルかなって思うと、やっぱり算数得意ですね。算数得意なんだなって思いました。まあ好きだっていうところもねもちろんあるでしょうし、はい、まあ算数ってなんか快感があるじゃないですかね、飽きないというか、できる子にとってみればね、はい、じゃあこの問題解いてみようかって、もういいよってならないっていう不思議な面があって、意外とじゃあこの問題解いてみる、ね、解いてみるって言ってね、5分じゃあちょっと鉛筆握って考えてみようっていう風にずーっと続けられる科目だったりするので、そうですよね、うん、あでも娘と自分を比較してみて思うところって、やっぱり算数が好きで得意な人たちって何ていうんですかね、私は公式を結構中学校から勉強した方なので、公式を教えてもらってそれを当てはめていくっていう、うん、あこの問題はこの公式使うのねみたいな型を使っていくっていう考え方なんですけれど、うん、娘のその算数が好きになってきたこの経緯を考えると、キッズ B っていう3年生までのテストって何々算何々算みたいなのが実はすごいいっぱい含まれてるんですよ、うん、だけどその何々算を使わずに解くんですよね、そういう子たちって、うんうんうん、ただ自分の頭の中で何々算に近いようなことを、これは何々算だからじゃなくやっていっていて、 そこで急にこれって何々算ってこういう風に解くんだよって言って教えられるので、うん、晴天の霹靂というか、もう頭をガンって叩かれたようなすごいなっていう感動が多分、うん、今4年生5年生はあるみたいで、うん、確かに確かに、そのジュニア3層オリンピックも多分もっとこれってこういうやり方で解けるんだよっていうのを教わってれば解ける問題ってきっとあると思うんですけれど、うん、それなしで解いてってる面白さ、うん、確かに、でそれを教えてもらう面白さっていうのがきっとあるんだなと思って、うん、好きな子は好きですけど私はあまりそういうの好きじゃないのでそうですね、とりあえず解く方法を教えてほしいなって思っちゃうんですけれどそうそう、好きな子にとってみれば暗記じゃないんですよね、だから算数がパターンを覚えるでもないし、型にはめるでもないし、算数得意な子って脳準備でテストに向かっていけるっていうんですかね。それこそ理科社会だったらテスト前になんか一応見てとか、最後の1分まで頭詰め込んでとかってありますけど、算数ってそれないんですよね。そうですよね。そう考えると気持ちも楽でいいですよね。まあだからそれが面白いっていうところにつながるっていうのがね、本来算数の。そうですね、きっと本来はこれなんだろうなって思いながら、うん、やっぱり自分も日本の教育でやってきたので、うん、そうはいかないから型を覚えてパターン当てはめるってなっちゃうよなって普通の人はって思っちゃうんですけど、うんうん、そうですね、まあ、だから中学受験算数の良さは本当そこなのかなっていうね、うん、まあ、数学になるとね、とはいえ方程式とかもねもちろん出てきたりとか、まあ、いろいろね覚えて当てはめなきゃいけないこともたくさん出てきますけど、まあ、算数は確かにこう考えるっていうね、
はい、まあ、中学受験の算数やるとそういうところにこうね気づけるっていうのは、お子さん自身がそう思えるっていうのは、うん、やっぱプラスなことかなっていうふうに、ね、そうですね、うん、本当にさせてあげてよかったなって思うところですね、うん、詰め込み式の勉強だみたいなイメージを最初はちょっと持ってたところが、うん、全然中学受験やってみて、うん、4教科ともに本当に人として大事なベースだなっていうふうに、うん、まあ、今その夏期講習、そのサピの話をお聞きしたんですけど、この間って進学クラブとかってどうなってるんですか？進学クラブも実は夏期講習のプログラムはテキストも含めて寮区に入ってるので全部配信見られるんですけれど、四谷大塚の夏期講習って前半が今までの復習、うん、で後半が必修編なんですけれども、必修編は結構内容が簡単というかクラス分けはされてなくって、うん、後期に学ぶようなことの、ベース作りみたいな形 で、うん、で社会とかは国会のこととか裁判のこととか、うん、新紙幣のこととか、うんうん、ちょっと公民的なことに少し触れとこうみたいなことなので、まあ、本当はすごい大事でそれやりたいなとは思ってるんですけれど、まあ、優先順位としては中学受験と考えたらまだこれ先でもいいかなと思って、うん、ちょっと今置いちゃってるところですかね、うん、確かに、まあ、しかも両方ねサピ行きつつこっちの夏期講習もあっちの夏期講習もっていうのも、それは全部をフルに行ってわけにいかないですもんね。そうですね、うん、難しいかなと、うん、まあ、いつも四谷で進めてるので四谷大塚とか早稲田とかの夏期講習を取るっていう選択肢もあったんですけれど、うん、まあ、本当に6年生になった時にサンデーサピックスとかドトクとかでしたっけ、うん、とかを取っていく、まあ、自分の家の一番近いところの塾に通えて最終的にはサピックスにってちょっと思ってるので、うんうん、それの予行演習みたいな形でやってるので、うん、まあ、正直理科とかは履修範囲がずれちゃってて全然わからないとことか今あるみたいなので、うん、かわいそうだなとは思ってるんですけどね、うんうん、まあ、そんな感じで、はい、親の方も飛行集は練習だよぐらいに思ってるので、うんうんうん、そっか、確かに、うん、来年のね夏期講習から志望校特訓っていうのを見据えると、まず、はい、一旦通ってみてね、お子さん自身がで、はい、こういう形なんだっていうのをサピックスの、まあ、流れとかカリキュラムの進路とか、はい、まあ、あとはね周りの友達がどんな感じでなのかとかっていうことを、はい、一旦ここで経験するっていうのは確かに、はい、メンバーはね変わらないかなと思うんですよね、多分、うんうん、うちの近くは、うん、なのでそうですね、でサピックスの先生とかとも結構私直接聞いちゃう方なので、うん、行っていろいろ聞いてみたりとか、で前にコメント欄でどうやって情報収集してるんですかみたいな話質問してくださった方がいたかと思うんですけれど、うん、私は本当に大元の人に電話しちゃったりとか、うん、もう聞いたりとか、うん、もう校社長とかに普通に聞いたりしちゃってます、うん、で四谷もサピックスも日農研ももう本部みたいなところにお電話してますけれど、うん、本当に丁寧に結構何でも教えてくれるんですよ。本部っていうと近くの校舎じゃなくて問い合わせ先みたいな書いてあるところですか？はい、電話窓口みたいなのがあって、うん、具体的にここの校舎では6年生でどういう学校別のクラスに分かれてるんですかとか、うん、なんか結構普通に知りたいことが全然オープンになってなかったりするので、うん、あと有名中の冊子は塾の生徒しか買えないって書いてますけど行って買えるものじゃないんですかって言うと買えますよって教えてもらったりとか、うん、そうなんですよ、うん、来ていただければ買えますよとか、うん、そんなのどこにも書いてないのにっていうことが、で そうなんですよ、でサピックス生にはこんな形で進めてくださいねみたいなプリントをあるみたいですけどそれももらえるんですかってこうやって、まあ問題ないですねみたいな感じで教えてくれたりとか、うん、もちろん校舎によって違うかもしれないんですけれど、結構、はい、うん、大元に聞くことで解決することとかがたくさんあって、うん、でどこもですね本当に丁寧に教えてくださって、確かにね、はい、塾に聞くっていうのが一番早いですしね、早いです、うん、はい、でまあ間違いない情報としてね、はい、こうらしいよらしいよっていうのだけ聞くよりは、うん、聞いちゃった方が確かに。そうですね。はい。聞いてる方も、ね、塾電話してみるっていうのは、やってみようっていうふうに思ったかもしれないですね。
はい、いや結構、はい、やりづらいと思うんですよ。私もどうかな、こんなの聞いちゃうなんてちょっと失礼かなとかって、やっぱりかける前思ったので、ただかけたら本当に丁寧にいろいろ教えてくださって、何も隠すことって向こうはないんだなと思って、確かに確かに。そうですね。例えばその志望校別も、例えば志望校が3つぐらいあった時に、その3つのコースのどれかを取らなきゃいけないのかなとか、結構漠然と思ってたんですけれど、例えばその渋々桜蔭、豊島が丘は1つのコースになってますとかって、じゃあなんかそれで解決しちゃうんだなとか、じゃあそこに女子学院とかやっぱり入らないんだとか、なんかこう新しい発見があったりとか、なるほど、なるほど。問題形式が似てる学校っていうのも、はい、今の時点で知れたのは助かりましたし。確かに。そうですね。問題がある程度似てるところはね、ちょっと二つ冠ついたりっていうことはできるけど、全然違えばね、一緒にはまそうとでめらすれよないね。ので、多少似てるなって扱いなんだなっていうのは確かにそれでわかりますね。まあ人数比率とかね、あとは。そうですね。なんか人数がすごく増えると一つにの、例えば多いんだけとか、なっそうたでりすするみね。たいですけどね。東京校舎とかに行くと、そう、なんだ、そう、そうですよとか、なんかそういうのも詳しく教えてくれるんですよ。まあ、こちらが聞けばっていう形にはもちろんなりますけれそうど、ですね。まあ、結構、ずけずけと、ここはここはみたいな感じで言うと、はい、教えてくれましたね。そうですね。だからサピックスのね、SS 特訓、僕忘れないうちにということで言うほどの情報じゃないんですけど、普段の校舎と違う校舎に SS だけ行くっていうサピックス生もまあまあいます。なので、そうで普す段ね、は確家のかに。近くに行って、SS 特訓は近くでもやってるけど、もう一つ冠こうなってる隣町まで移動して、で、そこで SS 受けるとかもあるんで、まあ志望校は特にもうここって決まってたら、押印ってなってればもう押印っていう一つの冠になってるとこまで行くとか。そうだな。そう、OK で言うと、練馬の方だと早稲田ばっかりに志望校多いんで、やっぱ SS そう、OK ってなっちゃうんですよね。そうだなんけでど、す一ね。つ離れると、SS 慶応普通部みたいなのあったりするんで、なるほうど。ちは慶応なんで、じゃあそっち行きますとか。っていうのがあったりするんで、結構 SS は校舎を選ぶ方もいらっしゃる。そうですよね。でもそれも情報がないとやっぱり選びづらいかなと思うので。そうですね。実際でもね、聞いて、僕もだからこの話よくお客さんと出た時に、結構だからお客さんも問い合わせて、やっそうぱりですよ SS だね、けあっ相ち行くこと談。にしましたって言ってね。相談してみないと、あれですよね。もったいないというか。そうですね。だから、早稲田かなんかはほら一つの校舎にもう全部逆に生徒来てもらってそうやですね、る集パめちゃいターンまですよすけど、ね。サピックスはもうそれぞれでやるんで、校舎ごとにね、多少なりとも、その冠がつくとかまとまっちゃうとかっていうのがそれぞれ分かれちゃうんで、まあそういったとこはね、だからこれ、年によって結構違うんで、言ってました、去年年にはあっよってたけど違今うっ年はなて。いとかね、それはもう在籍生のアンケート取ってどの辺受けるみたいな興味あるっていうところがなければ、求めてる生徒いないのに、冠講座作ってもしそうですょうよがないんね。で なくなっそうちゃうでとすかね、ね。あったりしますんで、確かに直接聞いちゃうっていうのはいいかもしれないですね。今夏休みお話聞きましたけど、ちょっとここでじゃあコピー機のお話を少し聞かせてもらおうかなと思うんですけど、コピー機動いてますかね？コピー機動いてると思いますよ。いつも本当にモニターでね、今利用させていただいてますけれども、本当にこんなにたくさん使っちゃって申し訳ないなっていうぐらい、枚数結構ね、そうですね、フルで回使っわてせてて、もらって。毎月最近はなんか毎月1000枚は超えてるのかな？結構な枚数をね、印刷されてかもるしみたれい。ないですね。まあ、正直ちょっと個別版のプリントアウトに、まだやっていないプリントですけれども、とりあえずプリントアウトするっていうので消えてしまったところはたくさんあるかなと思うんですけれど、確かに確かに。そうだ、個別版もやってんですもんね。そうなんですよ。でもですね、個別はちょっとやり方を変えたので、ちょっとだけこれからはプリントアウトの枚数が減るかもしれないんですけれど、やっぱり1000枚プリントアウトしてできないですよね、子供って考える と。まあ聞いた限りではね、大変だなってなりますけど。そうなんですよ。5年の前期で、そうですね、自分たちがやれたことを、じゃあ後期はこれでできるのかとかいろいろ考えたときに、
個別版の新しい方でうちはやろうと思って取り組んでたんですけれど、うん、それはちょっと量が膨大すぎて、それこそ個別版も問い合わせで本部に聞いて、うん、こんな膨大でちょっとこの時間でできないっていうのと自分たちの今現状を話したところ、前のカリキュラム、旧カリキュラムでやる方がいいんじゃないですかっていうのを提案していただいて、で旧カリキュラムと新カリキュラムで被ってないところの、ポイントっていうのも向こうで洗い出してくれてるので、うん、旧カリキュラムプラスこのポイントをやれば一応全部網羅できますよみたいなのを教えてくれるんですよ。一日で簡単にそういうのが返ってくるので、やっぱり問い合わせるべきだなって思ったんですけれど、それで旧カリキュラムの方で私たちはすることにして、うん、それだとだいぶ量は減るんですけれど、うん、それでも膨大な量なんですけれどね、うん、でもまだこれならできるかなっていう量に減らすことができたので、うん、それを本当に3日前ぐらいから、夏休み後半っていう形で今始めてってますかね、うん、本当は前期にそれ知りたかったなってちょっと思ってるんですけれど、実は大トロさん、はいはい、大トロさんのインタビュー見て、うん、個別場進めててっていう話を聞いたので、同じ学年なんですよね、うん、大トロさんのお子さんと、うんうん、そうですね、ではい、で多分その新キャラカリキュラムになる前から始めてそうかなっていうのと、うん、うまく進められてそうな雰囲気を聞いて、やっぱりこれ旧カリキュラムでやってる気がすると思って、うん、なるほどね、はい、では、はい、おとろさんの話を参考に、はい、聞いてみたところ、そういう結果になったということで、すごく感謝してます。そっか、じゃあおとろさんに言っときますね。はい、本当にありがたいです。確かに同じ学年、はい、5年生でね。まあ男の子ですけども、はい、なので、うん、はい、まあ。算数大好きでって。そう、算数大好きで。まあ成績も同じようにね、はい、おとろさんのところもかなり成績いいみたいですので。いやー、はい、もう全然足元にも落ちるんですけれども。そう、だからさ、大トロさんのとこ確かすごく上でしたね。はい、びっくりするぐらい上で、うん、他の教科も頑張ってらっしゃって、うちはちょっとまだ、はい、少しぬるいところがあるので。まあ確かに同じ学年だと、そっか、インタビュー聞いてて、あ、なるほどっていう発見あるかもしれないですね。ね、あります、うん。やっぱり内容を私たちも見て知ってるので、あれ、大トロさんが言ってる内容と、確かにプリントアウトの量は多いと言ってるけれど、ちょっとやっぱり違うものを使ってそうだなっていう雰囲気を感じたりとか、うんうん、そうですね。で、ランキング形式も昔のやつでやった方が娘も楽しいみたいで、どんどん進んでるんですよね。で、授業形式で見るとか、本当にいろんなヒントいただいて、うん、真似っこしてます。はい。そっかそっか、よかった。こうチャンネル内でね、皆さん、そうやってね、新しい発見があれば、はい、ご家庭の中でね、はい、まあ試してみようかっていうことで、まあまずやってみるっていうのはすごく僕もいいことだなと思うので、はい、まあ問い合わせした結果、特にね、本部からこっちの方がいいんじゃないですかって言われたら、もうそれでね、行きましょうってなるでしょうし。はい。そっかそっか。まあじゃあそれでコピー機もね、稼働してるっていうのもあれば。コピー機の話は。あ、いえいえ、全然。そうですね。あ、そうなんですよ。いいんですよ。もうでも本当にコピー機は王道の使い方、うん、もうそれで十分と言いますか、うん、あとでも一つ製本機能っていうのを使ってみてすごい感動しました。社会でスタディアップってご存知ですかね、うん、前に、はい、野村さんの今出てたような気がするんですけれど、うん、地理のところだけスタディアップでやろうかなと思って、うん、テキストを製本印刷でやってみたんですよ、うん、そうすると、なんか思っていた以上の仕上がりなんだなと思って、私製本って、なんていうんですかね、裏面は白いものを、こう、うん、なんていうんですか、本みたいにして、うん、両面印刷されるとはちょっと思ってなくてですね。はいはいはい。なんだろう。意味わかります？製本って本当に本の通りになるんだなっていうのが結構感動しました。当たり前なのかもしれませんけれど。まあそうですね。確かにイメージがどうだったかってあるんですけど、はい、そう、ページをめくっていくね。まあ小冊子が作れるというか。そうですね。うん、はい。確かにね、あれは本当に、まあ単純な機能なんですけど、最初使ったら感動するっていうのは。感動します。みんな思う感想だと思います、あれ。めちゃくちゃ便利じゃんって思いますよね。はい、便利です。でも最初になんかできなかったのが、うん、ちゃんと見てくればよかったんですけど、製本と製本印刷2種類ありますよね。それが
なんかうまくいかなくてですね、何回かやってみてうまくいかないなと思って、うん、違う方のボタンを押したらうまくいったんですよね。あ、じゃあ多分ネーミングがちょっとね、機種によって、あれ名称が毎回メーカーが変えるんで あ、そうなんですね。どれだろうってなっちゃうかもしれない。そう、ブック複製って書いてあったり、そうです、ブック複製です。ブック複製って書いてます。そしたらじゃあこう、はい、本を複製するっていう感じの、そっちの機能が製本印刷ですね。あの、もう一個、製本って書いてじゃないのもあるんですよ。あ、そしたらね、多分、ちょっと後で僕見ますね。そっちだと思って、ブック製本じゃなく、製本の方をしていたら、うん、なんかうまくいかなくて、うん、みんな最初うまくいかなかったって言ってる人が結構インタビューでもいたかなと思うので、うん、同じ製本でも2つあるよっていうところが難しいんだなって思います。あ、なるほど。じゃあボタンの違いね、はい。あ、ちょっと僕も見るようにしよう、それ。どこで間違えてんだろう。なんか多分じゃ似た名前の違う方の機能を選択しちゃったってことですね。はい、ブック製本じゃなくて、製本って書いてあったような気がするんですけど、はい。ちょっとそれ、ちょっと見ときますね。ちょっと確認します。はい、でもそれ一つ分かれば、もうなんかすいすい気分よくできて、うん、はい。そう、あれは使いやすいし、本当にテストの時の、この範囲だよっていう資料、別にコピーすればいいだけかもしれないんですけど、製本しとくと、はい、それも、要は折った状態でね、カバンに入れておけて、子供もこう、めくってみれるんで。いや、いいですね。あと、多分、紙も半分ぐらいの量で両面印刷に結局なるので、なりますし、コンパクトになりますよね。そうですね。そうですね。だから、製本してしまうと、毎回毎回、うちもそれはテスト範囲だと思うとか、まあ、算数はいつもね、ちょっとサフィクスの場合は、こういう小冊子みたいな教材があるんで、もう丸々小冊子もう一個作って、はい、そっちで使ってたんですけど、はいはい、うん、まああとは過去問なんかも当然ね使うようになるんで、そうですね、うん、過去問する前にちょっといっぱい使ってみようかなっていうので、うん、そうですね、はい、あれはもう慣れていただければ、はい、うん、必ず使える機能なので、はい、うん、コピー機能が使っていただければと思いますんで、はい、ちなみに過去問って裁断しなくても普通の本の状態で製本印刷って綺麗にいくんですかね、真ん中のとこ伸びちゃったりするんですか。僕はその裁断しないで、背中そのままついた状態で作ってました。はい、裁断しちゃう人もいるって聞くので、はい、どっちがいいと思うかは、その人次第になるかもしれないんですけど、はい、僕は結構こう、ぐっと押さえつけて、囲もって分厚いので、はい、真ん中が浮いちゃうとね、なんかこううまくこう、はい、真ん中のところでちょっと文字が斜めになっちゃったりするじゃないですか。はい、あそこをぐっと強くも手で押さえたまんまスキャンして、やってました。なるほど。まあ、でもそれでもそれほど困らなかったってことですもんね、きっと。僕はプロなんでコピーの。そうですよね。またじゃあ困ったら教えてください。うん、大丈夫です。全然誰でもできるものなので。はい。はい。まあ過去問解くときにね、なったら言っていただければ。はい。うん。あとだから四谷のデータベースとかも、あ、そうですね、あるじゃないですか。ね、はい、あれもだからこう1枚目に2ページ目3ページ目ってこうスキャンがダーって入ってるやつを、はい、そのまま一発で製本するっていうこともできるパターンもあるんで、そうですよね、プリントアウトから製本できるっていうのを、うん、それこそおとろさんだったかな、うん、なんか個別のも製本でしてるって言ってたので、うん、それはいいと思ってまた真似してます。うん、取り組みやすいですしね、本当量が半分に減るだけですごく見やすくなりますよね。うち個別場の、分野別っていう旧カリキュラムの方は解くスペースがないんですよ、実はプリントするのに、うんうん、それを多分そのまま製本しちゃうとどこのノートにやるのと一緒だよっていう感じになっちゃうと思うんですけれど、それを今年の1月にものすごい時間をかけてノートに解くスペースを作りながらっていう本を10冊ぐらいに作ったんですよね。うんうんうん、そうなんですよ。でそれをコピーして製本してっていう形で、うん、ちょっとややこしいんですけれど今使ってますね。うん、多分そういったなんかこっちの方が使いやすいとか、こっちの方がなんか管理しやすいとかいうのはね、もうご家庭ごとそれぞれ出てくるんで、はい、うん、でもコピーする回数がやっぱり何回も何回も増えちゃうので、これはコピー機があるからできることだなと思って、うん、無駄なコピーを使いたくないっていうのがやっぱりお金がかかる時とか思うと思うので、うんうん、そうですね。前までは込み込みですって言われてる方が、うん、はい、一番いい形を取ろうってできるので、いいなって思います。そうですね。本当、
絶対必要なアイテムって感じがしますね。はい、ありがとうございます。ちょっとね、もう1時間手前ぐらいまで来ちゃったので、はい、前回の、まあ、花丸さんといえば質問コーナーっていうのがありまして、はい、いくつかいただいてるので、まあ、ざっとちょっと読み上げていってもいいですか？はい、ぜひお願いします。はい、まあ、せっかくなんでね、全部読んでいこうと思いますんで。